こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、なんかツイッターで話題になってた麺つゆムッツレラチーズを作りました。私が今日参考したのはなんかサイトだったんですけどね、そのサイトは説明欄の方に載せときますので、よかったら見てみてください。でですね、これちょっと皆さん、こっちの方食べられてないって思うじゃないですか。あのですね、食べられてるんですよ私に。あのですね、今日ね、このオープニングを撮るの忘れて食べ始めちゃった。はいまあそういう感じなんでね、ちょっと今から作り方を挟みたいと思います。じゃあ作りたいと思います。で、つけモッツァレラの作り方です。モッツァレラチーズ、めんつゆ、水です。でモッツァレラチーズを用意します。10袋分です。で、保存用袋の中に入れます。ちっちゃいのもあります。で、めんつゆ、で、同量の水、空気を抜いて蓋をします。味玉みたいです。で、冷蔵庫に入れて一晩置いときます。じゃーん、一晩置いためんつゆ漬けモッツァレラチーズです。もうね、本当に味玉にしか見えないですね。はい、あ、ちょっと色づいてますね。大きいモッツァレラチーズは4等分に切ります。お、中もちょっとついてる、この色が。で、大葉を切ります。で、ミニトマトは半分に切ります。チトマトって可愛いですね。で、めんつゆ漬けモッツァレラチーズを盛ります。で、トマトも盛ります。こういうのってなんか私センスないけど、ザーってやった方がね、可愛く盛りそうな気がする。で、大葉を盛り付けて、超おしゃれな感じ。じゃん、完成です。ここにね、黒胡椒を振ります。私最近ミル付きのやつ買ったんです。超いいですこれ。美味しそう。で、お好みでオリーブオイルをかけます。でね、このおつまみっぽい感じなので、今日はね、お酒を用意してます。ワインとかがあるのかな。ちょっと、まあでもワインとかに私ね、手を出せてないですね。甘いお酒が美味しいな。今日は桃のリキュールを炭酸水で割ります。あー、よかった、溢れんかったもういつもやってしまう。結構いつも溢れる前で止まってくれる。いただきます。乾杯。美味しい。じゃあこの、ね、早速めんつゆモッツァレラチーズを食べてみたいと思います。こんな感じです。美味しい。食感がね、変わりますね。めんつゆに触れてる周りの部分はなんかとろっととろけた感じになって、旨味がね、ギュッと詰まっとる感じになりますね。で、もちもちで超美味しいです。じゃあ大葉とかトマトとも一緒に食べてみましょう。うーん、もう最高です。トマトの甘みとめんつゆのしょっぱさが合わさって、で、大葉の爽やかな感じも、もう最高ですね最高の組み合わせです。美味しいまあオリーブオイルもかけてみようかな。オリーブオイルもね、美味しいからね、何につけてもね。うん、あ、めっちゃ美味しい。オリーブオイルとめんつゆめっちゃよく合う。てか、でもオリーブオイルとめんつゆも何とでもよく合うんでしょうね、この2つともね。羨ましい感じですよ、本当に。超コミュ力強いですね。私の逆だな。うん、トマトって美味しいな。小さいモッツァレラチーズの方がね、味がよくついて、弾力はね、大きいやつの方がありますね。今日私さ、オープニング撮ってなかったやばい、今から撮ってちょっと差し込もう。あー、しまった、もう最悪。
こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、はい、というわけですね、今オープニング撮りました。私食べたいと思います。うまくつながるかな。間違いなく不自然ですね。いや、まずね、このメンツァレラモッツ…メンツァレラってないメンツやモッツァレラチーズは昨日の夜に私つけたんですよ。で、今日調理するシーン撮ってとか、なんかもうごちゃ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 してたんですよね。はい、まあ間違えましたね。はい、自分の中でごちゃごちゃなってたのかな。食べたくてしょうがなかったんですよ、昨日つけたりしてね。明日のメンツァレラモッツァレラチーズはメンツァレラモッツァレラチーズじゃない、メンツァ漬けモッツァレラチーズはどんな味に仕上がるかなってめっちゃ楽しみやったんですよ。うん、このコショウを削る音ってさ、いいですよね。何にでも私最近かけちゃう。ラーメン作っても入れるし、しかもね、これ便利なんですよ。これ蓋したままこれやるじゃないですか。そしたらね、ここに溜まってくれると、やけ超大量に使いたい時はここに溜めればいいし、引き立てじゃなくてもいいやってなったらここに溜めとけばいいしね。超便利なんです。炭酸が今なんかキュンってきた。あー、ちょっとやっぱり炭酸水もう一本持ってこよう。私さ、モッツァレラチーズが家にあってなんかするのめんどくさい時とか、モッツァレラチーズ輪切りにしてオリーブオイルと黒コショウかけてよく食べよったんですよね。でもね、それよりね、超美味しい。めんつゆに一晩つけとくだけでこんなに美味しくなるなんてね、もうちょっとね、お手軽だし常備したいなと思いましたね。めんつゆにつけるだけでね、ランクがアップしますね。うん、もうだいぶね、お酒が回ってきましたね。超顔が赤くなってきました。うん、めっちゃ美味しい。めんつゆの香りとしょっぱさとモッツァレラチーズのほのかな甘みがたまんないですね。うん、最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。めんつゆモッツァレラのカプレーゼめっちゃ美味しかったです。いや、モッツァレラもね、めんつゆにつけるだけでこんなに美味しくなると思わなかったですね。もう食感も変わるし、でも味もめんつゆの味がついてモッツァレラと合わさって超美味しくなるし、最高でした。でね、カプレーゼがね、これまた美味しかったですよ。トマトがもう甘酸っぱくてね、美味しかったですね。で、青じそとオリーブオイルの香りがとっても良かったです。まあ、こういうね、一晩置いとくだけで美味しくなるやつってさ、いいですよね。楽しみもできるし簡単ですしね。で、とても美味しくて簡単なので、皆さんもぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。